それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321カウント。とんでもないことになってるぜ。こいつ、どうすればいいのか全くわからない。ストレートで追いつけって言われたけど、そんなの無理じゃん。どうすりゃいい。教育さんにやりたかった、なんだっけ。なんじゃ我、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。ゴワー、ウマヅラハギ。うわ、ダメだ。京一さんのおっかない顔しか浮かんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以前はもっと単純で具体的でしたけどね。それだけ藤原が成長してきているってことだ。俺はな、リーダーバトルの中でケイスケと藤原にあえて課題を投げかけるように仕向けているんだ。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。うすうすは感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。相手があることだし、全てを予定通りにコントロールができない。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ミューが低ければ低いほどブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行ってもニュートラルな車がありゃ結構だが、そんな車は世の中には存在しない。だってコントロールできないアンダーよりコントロールできるオーバーを初めから作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うはは、エベットの下ったら、この雨の中であのドリフトはすげえよな。見てる拳が死んでしまうよ。うわーダメ、あれで次はこれ。うわー、2000の重量は1両がおよそ33トン、しかし相手の300系はおよそ15トン、倍以上のウェイトハンドだ。軽量化に勝るチューニングはない。止まる、曲がる、加速する、あらゆる局面においては藤原には不利な条件が揃っている。今までのバトルとは違う正反対の発想が勝利の鍵だ。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能だぜ。こんなことは今まで一度もなかった。やりにくい、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけ。この雨がクセモンだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方がリスクを冒してマージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ、300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクト D のダウンヒルエースがついていけないのか。スイスイ嫌がって、だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりて。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことか。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためにはどうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、なんなんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。
どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今アザミの突き刺したってさ、40〜50メートルの差らしいぜ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。もう線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに、俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたらこのバトルもつれるぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる、2000のボディ全体から伝わってくる濡れたレールに食いついた車輪が滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだって頼りないグリップを探りながら目一杯やってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですよ。藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗する。やっぱ自分がこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕が視界を遮る。肌でさえ見にくい夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙で視界が絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原の星は、東道塾の第2ラウンドでブラインドアタックと同じ点数なので、目から入ってくる情報が不足していて、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うことになる。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーク、限界スピードを瞬時に見極め、目印の前で黒いになりますと、全てはイメージなんだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを使っているのか。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。助かった。何が何だか分かんねえけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ、通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら凌介さんは。くる、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。意地でもここで抜かれるわけにはいかねえ。くっそ、ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に近く間に飛び込んでこのまま逃げ切ってみせる。
考えてる暇ない。わかんねえ、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。俺、消えた。うわのいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。二千が消えたの。ありえない。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。前哨灯を消し闇に紛れて、ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。そんなに差がついてるのか。今は自分の走りに集中しろ。さっきになって相手が見えないのはあっちも同じだ。